23時55分からですね。55から確定。 OK。 よしよし。はい、ということでこんばんは皆さん、お帰りなさい。色類の天才がありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう、ほいほい。種投げお願い。ありがとう、お客様ありがとう。見た、ファンルーム大抵。種投げお願いありがとう。ねえねえねえ、和子さ、和子って仙台駅行く？ねえねえねえ、なんか紅茶の、いつか知らんけど紅茶のジェラートのお店ができるんだって、仙台駅に。ちょっと行ってきてよ。オムライス食べてありがとう、ストコさん、こんばんは。こんばんは、ありがとう、チラさん、こんばんは。なんかさ、背景を緑にしたらさ、顔がやたら光る&なんかオレンジなんだけど、すごい。種投げお願い、ゴーさん言ったな。オムライス食べてありがとう、クリツクさん、こんばんは。ふっかちゃん食べたありがとう、てりたまさん、今日もこんばんは。大体ありがとう、いえいえ、お待たせしました。やればかわいい、ありがとう、けちゃん、こんばんは。どうぞどうぞ、ありがとう、月田さん、こんばんは。ハートありがとうございます、ラブユー、ネギありがとう。あおいたん、ダックちゃん、ありがとう、ダックちゃん。ふっかあおいたん、イエス、ふっかあおい、こんばんは、ありがとう、月田さん、改めまして。ふっかちゃん食べちゃダメ、ん、ふっかちゃん食べるネギ。仙台駅、そう、なんか JR 仙台駅になんかその紅茶のなんかジェラートができます、ジェラートのお店ができますって見たの、あおいたん。今日は黄緑の日なんですね。なんかすごいすごい緑をしてる人みたいなんだけど、なんか緑は特別好きではない、嫌いでもないけど、まああんま別にいいかな、普通かな。いつよそれ、忘れちゃった。なんかね、なんかファッションプレスかなんかに載ってたんよ、なんかツイッターで流れてきて。こんばんは、サトポン、おかえり、あ、緑だった、サトポン。こんばんは、おかえりなさい。深谷ネギかわいい、ありがとう。これは、埼玉県深谷市のふっかちゃんです。はい、ということで皆さん、種投げ50カウントありがとうございます。皆さんの左手のバナーにあるこちら、今ただいまモアさんのイメージモデル決定戦に参加してます。埼玉県、あの深谷市じゃないですけど、そうで、イベント期間がですね、5月9日までなので、今日入れて6、7、8、9、あと4日で終わりです。あと4日で、ちょっとあの今日はね、そう、あの夜にちょっと詰め込んでおりますので、よろしくお願いします。ぜひ種投げ50カウントよろしくお願いします。通りすがりの方もですね、あの種1個投げたらアバターがもらえますので、あのぜひ投げていただけると、アバターいらねえよチキショーってやつは、あのやつはこんばんはとか、そう、あの初見ですっていうぐらいの一言でも置いて去ってください。紅茶のジェラート、ほほう、それを食ってツイートする。そうそうそう。そう、あの、青いたん行けないから、ワゴに食べてきてもらおうかなと思って。クリームシチュー食べた。ありがとう、学校の先生、お帰り。何の報告ね、クリームシチューね。明日は、そうです、そう、明日はそう。こちら、ありがとう、テロンテロンさん。で、なんだっけ。何の話しようとしたっけ。あ、そうそうそう。そうなんですよ、皆さん、あのみんな種投げで忙しい中話しかけまくるやつ、ありがとう、テレビ好きさん、おかえり。あのあれなんです、あのツイッターとインスタに載せたんですけども、まあ、昨日ね言ってたんですよ、あの鬼滅の刃の塗り絵帳あるじゃないですか。で、あの赤と青があって、で、なんかそれの塗り絵コンテストをやってるんですよ。締め切りが今日なんですね。締め切りが今日の23時59分で、あいたんとりあえず、まあなんか当選してもしなくても応募したくて、で、でもなんかもう書き始めたら手が抜けないたちというか、性分なんです、あいたん。で、これなんです、あいたんが選んだイラスト。まあ選んだイラストもこれを選んでしまったのがちょっとあれだったんですけど、でもまあなんかこれは炭治郎と禰豆子の幼少期というか、
あの子供の頃でまだ、まあ、鬼にもね出会ってないですし、幸せな日々のところなんです。でなんかこれが葵たんはなんかいいなと思ってこれにしたの。心がどっこい、もう大変で大変で、で終わったのが朝の7時。もう、これはでも中途半端には書きたくないと思って書いたところ朝の7時です。そう、多分考えてる時間入れたら絶対に7時間かかってる。この塗り絵がこちらです。ちょっと端の方ちょっとこれコピーしたやつなんであれなんですけど、そうこれです、こちらです。色鉛筆で全部塗りました。葵たん色鉛筆以外お絵かきできないんで、あんまり何が大変って、まず本当に牡蠣が嫌いになるレベルで牡蠣塗りたくなくなった。本当に牡蠣クソーと思いながら、あと木がむずい、木のこのなんか枝がちょっと難しかった。であとその木の後ろのこのここの背景の色って自由なんですよ。それが何色にしようか悩んで、でもなんかいろんな人がいたんですけど、あったかい感じがいいなと思ってこうした。であと何がしんどいって、いやもう全部しんどいんだけど、あれもね多分一番簡単だったのは髪の毛じゃない？2人の髪の毛で一番簡単だったので、あのねねずこの柄はまだいいんだけど、炭治郎のこの柄がね1個ずつ塗らなきゃいけないの。これ本当に面倒が臭い本当にね。でなんかでもそう色とかも、あーこれじゃないなーこうだなーとか、なんかすごいいろいろ試し塗りをなんか知らん、一応予備でコピーしたやつがいっぱいあって、そうもうなんかこうやっていろいろ、いやこれじゃないこれじゃないっていうか考えてた時間もあって、そんなに遅くなっちゃった。そうで、まあ、これいいです。で、まあ、光の当たり具合とかはまあ別にそんな大したことないんです。なんかちょっとちょいちょいってやれば当てられるんで、そう平気なんですけど、ここの草だよ、草です。だから柿だからさ、秋じゃん、季節秋じゃん。でなんかもう難しくて、一応なんかこれしかも見本ないんですよ。カラーのなんかドアップはあるんだけど、ここ全体の見本のカラーは置いた見つからなくて、見本を見れなかったから自分のセンスでやってるんですけど、おかえり翔太郎、おかえりタオコさん、おかえりお弁当さん、ですね、とりあえずまあ秋っぽさを出したかったのと、一応ここはまだ緑でこっちがちょっと暗い緑にしたんですよ。だからこれから鬼が迫ってきますよっていう裏テーマ、自分の中でこっから草木が枯れてって雪のある日に鬼がやってきて君は鬼殺大使になるよっていう暗示の草、ここは明るい未来っていうテーマ勝手に本当にこれはいつか3万円ぐらいで誰かに売ろう。でもうな、深谷ネギお願い、ありがとう深谷ネギ、ネギネギ、ネギ投げお願い、臭そうだネギ投げ、いつの頃からか我が家の夕食報告米になって、いいじゃん夕食夜更かし、本当にね、なんかずっとそういろいろ音楽聞きながら書いてました。こんばんは、ありがとうお弁当さん、こんばんは、ガチガチに上手ですごいなと、ありがとう、私時間かけても書けない、いやなんか難しいけど、これはちょっとまたなんか機会がある時にやるね。本当にずっと座りすぎてお尻が痛い。塗り分け多くてカロリー高そう。いやもっと多分もっと簡単なのあったはずなんだよね。でもなんかカナオとかもあるんですけど、カナオはなんか結構ちっちゃい子とかが描いてて塗り絵を、何せ白黒が多いんですよカナオって、白黒肌色みたいな感じだから描きやすいからちょっと違うなと思って、そう、いやでもこういうのも絶対難しそうだったな、これ絶対これ難しいでしょ、ここ意外と人物よりもその周りの背景とか結構難しい。ありがとう
ありがとうございます。お弁当さん小判ありがとうございます。ありがとう。はい、この小判で葵たんの絵を買おうありがとう。ひろたんバラありがとうございます。バラより君は美しい。ありがとう。かえり、レレ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 レのれんーと前帽子、あ、30日前なんか出たね。4月29日開店してる。嘘、昨日駅前にいた。嘘嘘、じゃあ行って、早く早く行って。こらこら、牡蠣でしょ嫌いなのは。果物の牡蠣は好きなのに、なんか本当に嫌いになりそうになった。いやー、わかった、これ母の日であげよう。あいた、まだちょっと母の日何あげるか決めかねて、これ母の日にプレゼントしよう。どうぞっつって、うますぎて震えた。ありがとうありがとう。でもなんか下手なんですよ。でもあいた、そうだ、もっとちょっともっとうまく描けるよう頑張ります。こんばんは、ありがとう翔太郎。こんばんはネギ。こんばんはタコさん、おかえりネギ。草、いや草がむずい。草と土、本当にね、まさか間に合うとは思わなかった。こら、もう絶対に間に合わせたると思って、だから朝7時に終わって1時間寝て、で、あのその後旅に出た。おいたん、ただいまおいたん、おかえりタコさん、ありがとう。モフさん、ありがとうございます。その辺の草でも早いそう、ベタ塗りしちゃうとやっぱりなんか一色とかでバーって塗るのもいいんですよ。てかそれが塗り絵だけど、それはちょっとやっぱなんかこう立体感とかなんかいろいろ潰れてしまうから、そう。こんばんはおいたん、こんばんはひろたむ、おかえりなさい。種投げお願い、ありがとうダーコさん。この配信はですね、あのこの枠は40分なので23時15分までになってます。炭治郎後ろ後ろ、そう後ろから迫り来る、そう。こんばんはおいたん、こんばんちびたん、おかえりなさい。ほー大変そう。そう、でも書くの好きなんですよ。好きですけどって感じ。そう、ダヒラミンこんばんは。2000円なら買いましょう。おお、値切ってきた。オムライス食べたい。オムライス、あ、そうだ、あおいちゃん、そうみんなと焼き鳥食べようと思って持ってきたんだった今。その感性に5分くらい、眺めないとたどり着けませぬ。いやなんか、あ、じゃあ一緒にお絵かき教室でもやろう。じゃあ塗り絵のチャレンジってなんか審査とかあるの？え、わかんない、なんか多分独断と偏見で選ばれて、1位は何々、2位は何々、1位じゃないな、1名様は何々みたいな、何賞、なんか一番人数が多いのは100名様に鬼滅の刃のオリジナルクオカードだった気がする。ありがとうターコさん、バラありがとう。バラより君は美しい。ありがとうございます。皆さん種投げカウントもありがとうございます。最近ですね、割とポイントが右肩上がりだったのが右下がりになってきました。よろしくお願いします。ちなみに優勝するとなんかあんのかね。多分なんかうまさとかじゃないんだよね。でもなんかそう、一番あれな人はなんかすごい特製なんとらみたいな感じだった気がする。あんま見てないだね。置き配完了ちゃん、ありがとう置き配、ありがとうね。貢献ランキング1位の人にプレゼントすれば、え、これを、これを、え、でもこれもらって嬉しくない人かもしんないじゃん。だって、28色の色鉛筆、え、なんかそう、うち今色鉛筆いっぱいあるから、そう、背景ありで一気に塗り必須になる試練、これが最終選別だ急に下手って言わないの。ありがとう。あいたん書いたのか、買ってきたと思った。書いたの、あの違うよ、塗り絵だから下書きは書いてあるけど、そう色塗りです、色塗り。どう次のがふっか、おいたふっか、旅に出たんかい。倒れなくてよかったね、本当にね、ふらふらして電車間違えたよね。3週目行ってきます。ありがとうございます、ありがとう。ぜひ初めましての方も数字1から501個ずつ打つと50ポイントまで入ります。もしくはですね、青いたんかわいいとか、青いたん緑が似合うねとか、青いたんネギみたいなんてコメントを50個入れるとポイントになります。よろしくお願いします。青いたんネギみたい。見れば見るほどこれは大変だって思った。でもこんななんかそう、本当に朝はなんかもうなんだろう、我を失ってた。
それは色鉛筆で塗った。そう、おかえりドラゴンさん、こんばんは。そう、色鉛筆で塗りました。締め切りは過ぎたけど、それ全部塗るんだよね。いや無理だな、だって義勇さんとかあんまりなんか塗りたい気持ちになんないもんでももっと、あとなんだっけ、なんか悩んだやつあるんですよ、おいた。なんだっけ、どれだっけな、なんかどれだっけ、トゥートゥートゥー、あ、これこういうの、こういう、あのこれかわいいやつ、こういうのを塗るか悩んだ。3万で買います、メルカリで専用作ってくださいありがとう、ありがとう、3万円ありがとう。オムライス食べたい。ありがとう、んブリオさん、ありがとう、ブリオさん、はじめまして、ありがとうございます。あおいたんこと南波葵です、よろしくお願いします。よかったらですね、今イベント中なので、ぜひ右上のハートピンクにしてってください。あおいたん、ネギより白いね、ありがとう、褒めてる、間違えたのか、よかった、無事帰ってきてよかったよ、ありがとうよ。オムライス食べた、おかえり、こじこじ、こんばんネギー、おーいあの好きなものしか塗れない。おいたん、ふっかちゃんの頭みたい、あれ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 あこれこれもう、おいたんもうなんか自分の部屋にしようかな。緑色、はい、ということで皆さん今日の夜ご飯は焼き鳥です。ちょっと串からもう外してきました、お腹すいた、ありがとう、りほちゃんおかえり。おじゃ、おいたんありがとう、カウントありがとうございます。おいたんネギみたいおいたんネギみたい、それかわいいよね、うんうん、そうそうそう、かわいいなと思って、そうだ、ちょっと、うん、一回ちょっともういいや、禰豆子炭治郎はもう一回置いとくわ、おいたん。こんばんは、ありがとう、プルンプルンさん、こんばんは、おかえりなさーい。フルカン、ありがとう、フルカン、ありがとう、じゃあ焼き鳥あげるね。49、おいたんかわいい、ありがとう、カウンターありがとうございます。はい、では皆さん、あー、うん、うんふん、うん、うまい、ありがとう、カメラもうまい、焼き鳥、うん、毎日なおいたんの食事がわかる、はい、本当だよ、最近食事ダダ漏れだよ、どうしよう、ビールください。まあどうなの、なんか焼き鳥とビールって合うの、やっぱり。オムライス食べたい、うん、ごめんな、焼き鳥でな焼き鳥、みんな焼き鳥何が好き、あおいたんは、結構何でも好きなのよ、あおいたん、何、砂肝も好きだよ砂肝、砂肝もって何も言ってない砂肝、ハツ、レバーも食べます、皮、手羽先、手羽先、軟骨、あ、軟骨の焼き鳥大好きです。あと何、つくね、てか何でも好きだわ。と焼き鳥だけ、いや、今はちょっと小食ぶって焼き鳥だけみたいに見せてるけど、きっと見てないところで食べると思う。ふん、夢もあるない、これももしかない、ちゃんと終わりました、ありがとうございます、プルンプルンさん、ありがとう、うまい。なんかさ、大学生の時か、なんだろう、なんかこう焼き鳥をさ、こうやって串からこうやって箸で落としてさ食べてる、なんか女の子とか多かったんだけど、なんかまあ多かったっていうほど友達いないんですけど、そう、なんかミルコミルコ結構焼き鳥とかこうやって外してて、周りのなんか席とかも焼き鳥とかこうやって外してるんだけど、あおいたん絶対に串でそのまま食べるのね、そういうの外した方がいいの、やっぱり。合うよ、もちろんハイボールも。へえ、ハイボールってどんな味だ。焼き鳥基本全部好き、あおいたんも全部好き。
焼きたりパスチューハイだろ。おお、皮を塩で、うわ、なんかいいじゃん、いいじゃん。いやでもいいよね、塩の焼き鳥って美味しいよね。みたらし団子、ちょっと違うな、串が違うな。皮が好きです。皮いいよね、皮美味しい。皮嫌いな人とかいるじゃない。砂肝だけ食べられない。あー多いよね。あいたんもなんか砂肝食べたことなかったんだけど、そうなんか母上が買ってきて食べたら美味しかった。ありがとうクラッカー、ありがとうタコさん、クラッカー、わーい、わっしょいわっしょい、ありがとう。じゃあクラッカーも緑で、はい、バーン、ありがとうございます。ありがとうクラッカー、ありがとう種投げ、ありがとうございます。皆さん本当にそろそろお指が腱鞘炎を起こす中ありがとうございます。この配信はあと、23時15分前だから、あとまあ20分ないぐらいじゃないだと思います。よろしくお願いします。ね、食べたくなる焼き鳥、焼き鳥食べたいね。一緒にレバーをごま油と塩とネギで食べるのが好き。何それ、うまそう。あいたんレバー好きだよ。皮が年々美味しくなってきてるか。え、やったじゃん、やったじゃん、それはいいじゃん。美味しいよな、うまい。じゃあなんかなんだろうね、焼き鳥ってなんであんな美味しいんだろうね、わかる。あー、うん、ありがとうレインボー、ん、ありがとうタコさんレインボー、んー、チャララララン、ありがとう、願いが叶うよ。んーじゃあごなん、大食いからかな、いっぱい食べない、なんばけがそれな。え、ワイ焼き鳥外す人です。お上手ね。なんでこのままがじゃないの、なんで外すようになったの。ありがとうプルプルさん、ダルマありがとうございます。ダルマ、えい、助かい、ビューン、にょん、ありがとうダルマ。ドドドドドドド、あ、ハダダダラ、ん、あれ、今ハイボール飲んでます。嘘、焼き鳥はありますかそこに。そのまま食べる方がいいわ、外して食うとかわけわからん。てかなんかそんなに器用じゃないから、おいた、そんなんかこう外そうとしてもガチャンって言っちゃう。つくねあるのって欲しかった、つくねないな、皮苦手、苦手、うちのねパパたんも皮苦手、確か皮嫌いな人もちろんいるよな。何、食感かな。おかえりライジタン、ありがとう、かわいいかわいい、あおいたんかわいい、ありがとう、フル完了、ありがとう。関西さん、会社の飲み会は暇だから外すけど、だそれ飲み会とかの経験値が浅いのよね、あおいたん。青、ありがとう、いむくん、こんばんは。おいらケンタッキーがいい、わかる、ケンタッキーも食べたいね。皮とレバーしか勝たん。おお、いや、レバーもまあ、てかなんかレバーは鉄分取るために食べなきゃみたいな感じ。ギケさん、おかえりなさい。なんかアスカちゃん出るんだってね、すごいね。フル完了ですね、眠くてやばい。おはよう、ギケさん、無理しないでね。馬娘、マジ娘、馬娘やってんの。こんばんは、ありがとうクロさん、また来てくれてありがとう、こんばんは。んかじゃない、種投げ50カウントお願いします。お待たせダックちゃん、ハートありがとう。はい、ラブユー、焼き鳥ありがとう。あらにゃにゃにゃん、週一で焼き鳥丼食べてます。嘘、どこの焼き鳥丼。トリマー、ぼんじり、あ、ぼんじりも好きだよ、ぼんじりしりしり。だるま100個投げては、ありがとうプルンプルンさん、ありがとう。みんなで分けるから串から外すの。あー、なるほどな。あー、そういうのもあるか、目が出ちゃってる、ビヨーン。次はお菓子、あー、お菓子も食べたいね。サンダーゲートさん、おかえり。あ、社会人のみで
焼き鳥頼むときみんなで一個ずつ食べ、はあ、なるほどなるほどな。とりあえずまつるくんが率先立って外すの偉いな。皮が嫌いな人は多分食感だね。へえ、美味しいのにね。青いたんまるこんばんは。なんか今日も可愛いよ。ありがとう、ゆったん三角。今日はなんか種投げてってくれるかな。よろしくね。フル完了、ありがとう、ちびたん。ありがとうございます。そうだ、あと15分だ。この配信は割と余裕がある。次ですね。次がね、19分違う。次は20分だ。そう、20分なんで、そう。だだだだだ。串のまま行って先端の肉転がすタイプね。かわいい。串のまま行って先端肉転がす。それで、なんで可愛いのかわかんないけど。レバーも苦手。あれ？ほいほい、なんかちょっとなんかいっぱい嫌いなものがあるじゃないね。パリパリにしてほしい皮。あー、なんだっけ？なんか中国の料理、皮パリパリのやつ。洗濯機も食べたい。なんで洗濯機？なんで？全然焼き鳥じゃない。ありがとう、まつるくん、ハート！ありがとう、ラブユー、焼き鳥！ありがとうございます。やおいたん、ピッツァ、またピザなの？おかえりよ、おりさん。こんばんは。オムライス食べたい。やっぱネギマがいいよ。あー、確かにネギマは美味しいね。月の人さん、お帰りなさい。こんばんは。かわいい。猫さん？ありがとう。猫さん、どこの猫さん？どこから来たの？あなたのお家はどこですか？お家、あれ？ありがとうございます。葵たんことナンバー葵です。よかったら右上のハートピンクにしていってください。オムライス食べたい。ありがとう、ありがとう、パイソージちゃん。オムライスが食べたいのか、本当に本当にオムライスがいいのか。よし、よいしょ。やえばかわいい。ありがとう、やえば。確かに分けるときは外すわ。外すの難しそう。岡山さん、大学みたいですね。配信じゃなく、舞台を見に、直に見たかったり。そうだよね。そうなるとね。いやー、なかなかね、やっぱ最近舞台関連も厳しい世界ですけど、本当に。焼き鳥でも食べて。焼き鳥屋行きたい。焼き鳥、美味しい焼き鳥食べたいね。自作、冷凍の焼き鳥解凍してご飯の、いいな。ごちそうして。やえばかわいい。ありがとう、バカしよう。こんばんは。それで、なんかうちのパパさんが鳥貴族好きで、なんか桃貴族スパイスみたいな、なんかそれが好きなんだって、パパさんは。北京ダック、それよ翔太郎。そう、北京ダック食べたことない。葵たん、葵たん、こんばんは。こんばんは。葵たんじゃない、さんだった。おかえり、はるばるさん。北京ダック、イエス、北京ダック。北京ダックって美味しいの？ありがとう、はるばるさん。四つ葉、はい、幸せになりますように。ありがとう。餃子は、餃子いいじゃん。家で焼き鳥やるときはオーランにつけて食べたりもする。ポン酢うまそう。そういうのいいな。つくねに卵とかいいよね。イベントやってるとこ久しぶりなんすよ。50回おいたんかわいいって書くといいんだけど。そうそうだよ、ゆったんまる、わかってるじゃん。それでお願い。洗濯機フライドチキンやらないの？洗濯機フライドチキン、わかんない。ジェネギャだ。なんで洗濯機、洗濯機？わかんないことは全部ジェネギャ。やいばかわいい。ありがとう。ありがとう、ダックちゃん。50ピッター、もぐもぐ。L サイズ頼むと M1 枚おまけ。あー、なるほど。お得だね。ラブユー、焼き鳥。会いたい。あれです。まつるくん疲れてるんじゃない？やいばかわいい。ありがとう。ありがとうね、本当に。ぜひですね、なんか初めましての方もなんか3つぐらい一番下になんかあるでしょ。なんかやえばかわいいとか、なんか調子乗ったコメントが、それをポチって押せばいいだけです。よろしくお願いします。焼きとん、共食いなので遠慮。
焼き豚。おいそらカレー3日目、またカレーだ。おかえりぼちさん、鳥貴族いいね、久しぶりに行きたいわ。鳥貴族ね、そうだ、なんか パパタンが好きで、そうなんか連れてもなんか行かれたことはある。スパイスにネギ昆布を乗っけて食べます。え、どういうこと、どういうこと、ネギ昆布って何。おいたんかわいい、ありがとう、ありがとう。なちさん、焼き鳥は塩で黒七味かけると美味です。黒七味って新しい、なんだそれ、なんかみんな知らない食べ方だな。なんかあと10分、はい、この配信はあと10分で終わりです。あと10分というかあと9分、あと8分で終わりです。やっぱチャーハンやろ、もう中華やん、中華、もうチャーハンも美味しいけどね。やえばかわいい、ありがとう。同じコメント打ったらちょっと待ってください言われた。あー、じゃあダメですね、同じコメントは。なんか無限に焼き鳥が湧き出てくる泉ないかな。ありがとう、弁当さん、すごい緑だ、ありがとう。ありがとう、四つ葉のクローバー、幸せ訪れますように、ありがとう。鳥貴族お願い。なんか違うのよ、もうイベントが違うのよ。なんか葵たんに呼ばれた。え、今焼き豚って思いましたよね。あれ、焼き豚チャーシュー、鳥貴何気に高額になるよね。あ、そうなの、鳥貴族か。でも葵たんお酒飲まないのに、そう、居酒屋にあるご飯が好き。やっぱ40分枠は余裕あって、そうね、絆を深められる。あ、なんかなんだっけ、リーグランクのなんちゃらって見たな、そういえば。よくわかんなかった。オムライス食べたい。おかえり、ジムさん、こんばんは。こんばんは、あつしさん、こんばんは。ありがとうございます。どっかから種ありがとうございます。ありがとう。私も呼ばれた気がする。めっちゃトンだね。トントンって感じだね。かわいいよ、豚さん。かわいい。この配信は、あと、8分で終わります。まだ種投げ50カウントしてなかったよという方、ぜひお早めにお願いします。ちなみにですね、次の枠が、23時55分から12時15分になってます。ちょっとそう、詰め詰めなんで、そう、もう1時間もせずすぐ会えますが、20分しかないので次は、そう、まあ、寝る前に50カウントだけでもしに来ていただけると、嬉しいです。よろしくお願いします。ペコリンチョ、アイタンランク B のいくつ。え、どこで見れるのそれ、どこで見れる、どこ設定、どこだ、教えてゲロ。焼き鳥が泉から出てくるのは遠慮しまったって、びちゃびちゃやん。あ、確かにタレベタベタや。飛べないブーはブーなさ、飛べない豚はただの豚だー、豚だもー。何何今、何、なんか今青いたんじゃなかった、はい、頭が。鳥貴族イメージモデルイベントでダメです、ダメです、ダメです。アイラッシュって何、パトラッシュ、おー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 、アイラッシュだよ、アイラッシュ。でもね、まあネイルもそうだし、本当にネイルはやらないし、やったことないから、ネイルはやっぱりやっていただきたいのと、やっていただきたい、本当に本当にお金払うからやってほしい。で、まつげも葵たん、そう、なんかよくなんかまつげ抜けるんですけど、なんか逆さまつげみたいなのたまにあって、そう、ちょっともうパッチリしてほしい。今来たばっかり、大丈夫だよ、まだあるよ、まだ時間ある、大丈夫大丈夫。指詰め配信、マジで、やだやだ、痛い。豚どもだけ切り取って使いますね。配布配布、切り取って配布。豚どもなんだっけ、なんか豚どもみたいな、なんかさ、ジブリとかでなんかなかった、おい豚どもー走れーみたいなコメントじゃない、セリフなかった。プロフィールにランク B って書いて、どこ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 、
おいたん B らしいぞ。 B ランクの女か A ランクの女目指すか。ブーブー、私人間ですねん。かわいいよ豚ちゃん。罵られた、あざーす。ね、なんでなんで喜んでるの。 B5 以上なら来月から時給が出るよ。へえ、そのB1234、 1234、5であるよね確か。なんか12345があって5が一番上ってこと。君の瞳に焼き鳥が映ってるよ。いけばまんまやん。まんまだよ。ネギももらえるの。え、もらえないよ。ブードも絶対ない。金が、なんだっけ。おい、あー、わかった、わかった、あれだ、あの千と千尋の神隠しの、千と千尋の神隠し、うん、のあのかまじいがすすあたりっていう、あのマクロクロスケたちに、おいちびどもって言ってるやつだ。おいちびども飯だぞとか、それだ。B1 から B5、 5は一番上。なるほど、数字が大きい方が上だね。別だね、そのなんかタイムチャージみたいな、なんかそのなんだっけ、その B5、B5 から順にどんどんランクが上がるから、ランクが上がる、ん、上がるのと同じく時給が上がるみたいな。なんだかんだあと3分、やばやばー、あーってやっぱありがとう。コーナーなんか肉肉肉白菜肉白菜、まあでも大丈夫、あと3分だった、あと3分です。はい、皆さん、ゴールデンウィーク明けの初日ですが、なんか今日はツイッターがですね、なんか画像が縦画面が表示されるっていう、そう、縦画像が表示されるっていうありがたいことが起きましたね。ありがとうございます、たこ焼き、ありがとう、たこ焼きチュー、ありがとう、ほいほい、たこ焼きありがとう、ありがとうね、あーダメー、あーありがとう、あー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 ありがとう、あーあーありがとうございます、あーあーありがとうね、無理せんといて、ありがとう、バチバチバチ、ありがとうございます。そしてちょっと待って、ハクさんもありがとう、で、ほんと、あと、あとちょっとしか時間ないじゃん。もう全然俺言えない。もう、ありがとう、ハク様。幸せになりますように。ありがとう。クマ、ありがとう、ほいほい。ありがとうございまーす。でんクマ、ありがとうございまーす。クマ、パチパチ、ありがとうございます。ペコリンチョ、ペコリンチョ、ありがとう、ありがとうございますね。本当に、ありがとう。おじさん、オープンありがとう。本当ありがとうございます、ありがとう。で、本当、あとあと1分しかないんじゃ、みんな全然俺言えない、本当にね、ね、ありがとう、音符ハート3つもありがとう、ハート3つはちょっとないからさ、ないからこれで、ありがとう。ということでコメントありがとうございます。流れちゃった方いたらごめんなさい。5位ゆっぴーさん、ありがとう。4位ほいほい、ありがとう。3位雷もん、ありがとう。2位まつるくん、ありがとう。1位お弁当さん、ありがとうございます。他にも種投げ50カウントありがとうございました。右上のハート白い方、この後23時55分からまた配信するので、ぜひフォローしておいてください。あおいたんのツイッターもご覧ください。そうなのよ、なんか最近、ここ最近さ、なんかさ、そうホイホイがまず、あ、14分だ。はい、ということで、23時55分に皆さんまたお待ちしてます。ありがとう、ありがとう、ほいほいくまさん、ありがとう、皆さんいっぱいありがとうございます。それでは以上、あおいたんことナンバーあおいでした。また後でねー。